人はなぜ夜食を食べるのでしょうか。その真相を探るべく僕は夜食、日付も変わり9月19日、本日から段位道場玄人以降が追加アップデートで配信されるにもかかわらず、この男はこの時間に味噌ラーメン2玉、もやしトッピング、ゆで卵を2個、一味唐辛子を添えて食べております。何をしているのでしょうか。味噌ラーメンでお腹いっぱいで、お風呂も入って髪も乾かしたし、歯も磨いたし、ん、なんか忘れてんな。あ、一人でオナニーかわいそう、チンポコかわいそう。あ、そこ行きますよ。まあ一発抜いたし、あとは寝るだけだな。じゃあおやすみ。米、味噌汁、茶、納豆、めかぶ、和食が好きでよかったなぁと常々思います。で、僕これ撮ってる時に不安になったことが一つあって、もしこの朝ごはんの動画撮れてなかったら朝にもう一食食べなきゃいけないのかなって、すげえ不安になりながらご飯食べてました。取れててよかったです。はい、毎回恒例の荷造りですね。まあ携帯と財布、それからモバイルバッテリー、まあこの辺はね、いつもと変わらずにって感じなんですけども、なんでこんなに今回マイバチが多いかっていうと、なんか初駅さんが自分のマイバチないからちょっと貸してほしいっていうことで、まあ何組か持ってったらあいつに合うバチがあるだろうって、てかあいつが作ったバチもあるしな、自分のマイバチぐらい用意しとけ、カス。ゲームでもパパの言うことを聞きなさい。パパと一緒におやすみなさいパック。これいりますね。10年前のアニメということで、もう10年経ったのかと、そういう感じがします。オープニングとエンディング、素晴らしいです。みんな見ようね。それから、偽花魔王カマキリですね。デビルフラワーマンティスですね。これいります。それから、人生の教科書。僕の心のノートと言っても過言ではありません。犬丸出し第1巻、これいりますね。自分の心が乱れた時に読むものですからね。メンタルを安定させるためには必要かなと思います。それからクジラの缶詰ですね。クジラの肉はとても貴重ですから、保存食ということで、何かあった時は食べます。で、最後にこれがないと今日太鼓の達人にできないので、必須アイテム、皆さんも覚えておいてください。太鼓の達人ドンダー日本一決定戦2011エリア大会出場認定チケットですね。これがないとですね、今日太鼓の達人できないので、はい、必ず持っていこうかなと。はい、楽したりしてもね、今後二度と太鼓の達人ができないので、はい、持っていきたいと思います。それではゲーセンへレッツラゴー。そういえば今年で20歳なんじゃない。何月？11月です。2ヶ月後ぐらいか。お前も20歳か。やばいっす。やばいね。なんか20歳になったらもうみんなでパーティーを。ああ、いいね。誕生日パーティーしよう。え？いや、オーマイガー。コンビニが閉まってます。あれが改札制だ。おはようございます。あ、これなしですか？なし。いつもそうだよ。行きます。はい。はい、どうぞ。わお、まず条件からよね。もうやばい、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 もうやばい。
朝からこれきつい。俺のできるやつでお願いします。アレルギーなんです、これ無理。夢見なきゃ、ふざけやがって。名人2曲目当てます。俺全然してる？してない。してない。やってるの見たことは？ない。俺できそう？夢ない。いや、できそうないです。できそうないか。2曲目正解は？ベイモス。いいよ。ベイモス。はい、終わった。いや、難しくないですか？クローズやな、これ。じゃ超人2曲目当てるわ。これが幕末維新だよ。おお、すごい。おお、何を言ってるお前。いや、多分絶対当たりません。何も割り。はい、パートリングボイス。あ、違う、よりむずい。お、俺勉強してる？はい。え、てか、なんならそれ動画になってます。動画にしてる？え、その動画誰が出てる？俺だけ？シャンク出てます。シャンク？アクリルの写真。いや、絶対無理だと思います。は、お前ってやつなの？なんでシャンクが出てる？あったと白バラの場所。え、正解？え、そうですよ。ビビるね。普通1曲目じゃない？めっちゃ得意だよ俺。まあいいや。達人は、え、まず1曲目は新曲ですか？あ、違う。なんかいつも通りです。1曲目見てない。いつも通り。また埼玉。あー、惜しい。まあ惜しいです。惜しい。それと同じ部類。有限。え、同じ部類って言ったら毎日ね。もう全く同じ。ま、自分が一緒だ。今まで通りです。マジで。え、今までの2曲目が1曲目いきました。俺全力してる。ないです。でしょうね。わかんない。2曲目だったやつが1曲。 MM。 はい。あー、で、2曲目は新曲。え、でも、デジタルノルマがあるから、もうあの裏はないでしょ、多分。まあ、ここで満を持して弾丸の裏ですよ。正解。本当に？ついに？おぉ。MM 弾丸の裏って新曲ってことかな、多分。新曲ちなみにめちゃくちゃ簡単です。簡単なんですか？新曲。撮ってから決まっている。俺のできないところを初期がやったと思えばね。あ、これの裏か。池宇佐を。あ、もう無理。おー、やばい。連打が1だった時点で落ちたなって思った。終わったと思った。えぐ、4人調整来た。いやでもうまい。うまいな。いや曲いいの。うぜむずい。
お昼はうどんウエストへ、かけうどんとろろトッピングミニカツ丼セット、食いしん坊であります。朝から太鼓すると本当にお腹空きます。まあペロリなんですけど、ごちそうさまでした。で疲れてるので快活で仮眠することに。その前にエッチな動画見ちゃうよ。ガッチでバンされたくないのでモザイク。お前やばすぎだろ。これあれじゃん、虹枠赤合格みたいなやつでしょ。いや、あ、70以上だから蹴りやる。え、炭酸入れないとダメだよ。え、そうなの。そう。ちょっと緊張したんだけど。え、スーパーノヴァ何回やった？3回か4回。ふざけすぎだろ。うわ、出た。なぜか、なぜか電気が消えている。下映すと。いました。うざ。うまい。うまい。うめえ。いやほら、バックにすきさうどんがあるんよ。最初はグーじゃんけんぽん。うえい。ショッ、おい、ショッ闇より消えてた。でけえ。王の悲観。もうえぐい。どうでしたか。冷やしぶっかけそば5分で食べました。いかがだったでしょうか。こんな感じで2022の黒太鼓のルーティン動画終わりですね。おそらく例年と違って結構いろんなことを新しくやりました。編集量がね凄まじかったので1週間以上遅れました。申し訳ないです。でも編集者とても楽しかったので、これはこれでいいのかなと思います。熊本の身内っていつもこんな感じなんですよって、単位ルーティーンというよりはちょっとそっちメインだったかも。最近頻度がね高いので、よかったら欠かさずにチェックしていただけると助かります。 LINE スタンプも買っていただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。指すま始まるぞ。指すまにせい、じゅーじゅーせいじゅーG, say G, G, one, two, C, four, はてな、ポーン!